スポットシルバニア・コートハウスの戦いは、南北戦争の中盤1864年5月8日から21日に、北軍ユリシーズ・グラント中将が南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍に対して立ち上げた、オーバーランド方面作戦の2番目の戦いである。戦場は、バージニア州中部のラピダン川とラッパハノック川の地域であり、 1862年から1864年の間に両軍ともに10万名以上が倒れた場所でもあった。この戦闘は全長がおよそ4マイルの残豪戦に沿って行われ、リーの北バージニア軍がグラントとジョージ・ミード少将のポトマック軍の春の攻勢を止めようという2回目の試みだった。流血が多く、引き分けに終わったアラノの戦いから1週間も経たない。 うちに起こっており、南軍は5万2000名、対する北軍は10万名が参加した。リーが、荒野で一旦北軍の前進を止めた後で、グラントはその時の陣地の特徴を生かし、リー軍の右手に回り込むことで南への移動を続け、アメリカ連合国の首都リッチモンドに近づいていくことに、した。荒野の戦いが終わった1日後の5月7日の夜にはすでに軍隊の移動を始めさせ、 5月8日に、ガバルア・ウォーレン少将の指揮する、第5軍団を10マイル南東のスポットシルバニア、占領に派遣した。リーは、グラント軍の動きを予測し、その妨害のために軍隊を、送った。J.E.B. スチュアート少将の旧兵隊と、リチャード・イージ・アンダーソン少将の指揮する、第1軍団がその任に当たった。南軍がスポットシルバニアに向けた競争に勝ち、5月9日、 両軍はそれぞれこの小さな町の北に新しい陣地を取った。北軍が防衛軍の配置を見定めようとこの日に南軍の三平線に探りを入れている時に奴らはこの距離では象でも当たらないという皮肉な発言を言ったばかりだった第六軍団指揮官ジョン・セジウィック少将が南軍の狙撃手の弾に当たって戦死した。指揮官は保冷所持ライと少将が継いだ。 リーは4マイル以上の残豪線に沿って部隊を配置し攻撃してくる部隊を縦射撃る位置に大砲を据えた。リーの前線には一つだけ大きな弱点があった。ミュール州と呼ばれる都市粒が主残豪線の前面から1マイル以上も飛び出していることだった。リーは5月10日の戦闘中にこの弱点を認識した。この北軍エモリー・アプトン大佐が指揮する12個連隊が 集中し激しい放火の支援を受けて、全面が狭くなっている、ミュール州の先端部に強襲をかけた。実際に、南軍の前線を破り、南軍の第二軍団はこれを排除するために大変、難重した。アプトンの攻撃は後に順調に昇進する要因となり、敵の残酷戦を破る方法として、軍事教科書にも載った。 同じような戦術は第一次世界大戦の1918年3月ドイツ軍の成功したマイケル作戦で使われた。北軍による5月10日の他の攻撃はあまり成功せず、その日は全体的にグラントが衝動的に命じた協調性のない正面攻撃が特徴だった。繰り返された攻撃は特に南軍の左翼で無効であり、 ウォーレン将軍がローレルヒルと呼ばれる陣地に何度も攻撃して失敗した。スポットシルバニアコートハウスの戦い5月10日、スポットシルバニアコートハウスの戦い5月12日5月11日、グラントはアップトンが使った戦術を1個軍団レベルで行うと考え、ミュール州都市部を目標とした新しい攻撃の作戦を立て始めた。リーはグラントが動かないことを 北軍が撤退かあるいは東部へずれていくために交代の準備をしている印と解釈したがその結果ミュール州の重要な部分から支援用の大砲を引き上げて弱体化してしまった5月12日グラント軍のミュール州に対する夜明けの襲撃は当初完全な成功だったウィンフィールドスコット・ハンコック少将に率いられた北軍第二軍団が5月10日に アプトン隊が攻撃したのと同じやり方でミュール州を攻撃した。この時は南軍の大砲の支援がなかったこともあっただけでなく、南軍兵の市場マスケット銃が前夜の雨で湿っており発砲できなかったために、南軍の破れ目は完全であった。ハンコックの第二軍団は4000名近くを捕虜にし、南軍第二軍団のエドワード・アレゲニー・ジョンソンの師団を破壊した。 師団指揮官と一人の旅団指揮官が捕虜になった。その後の戦闘は膠着状態になった。これはグラントがこの成功の利点を生かす第二波の攻撃を適切に準備していなかったことも原因だった。グラントはこの機運を維持することを絶望し、ライトの第六軍団とアンブローズ・バーンサイド少将の第九軍団からの支援攻撃を命じたが、この攻撃は 強調が取れておらず、攻撃の機運を再度掴むことができなかった。リーはその破れ目に、数千の兵士を動かし塞がせることができた。中でも、ジョン・ブラウン・ゴードン准将の手段を使った反撃が、著名であり、また、スティーブン・ディ・ラムシュール准将の優れた、統率力も、大きな力になった。リーは、事態の重大さのために自ら兵士を率いて、反撃しようとまで考えた。しかし、 その部下達がそのことの危険性を認識し、リーが後方の安全な場所に移動するまで前進することを拒んだ。リーを後方へという逸話がいくつか後に有名になったが、リーの兵士たちがリーに感じていた個人的結びつきの強烈な一例である。ミュール州の戦闘は一昼夜続き、南軍が失っていた地盤をゆるりと回復し、北軍の第二軍団と警官の中で、 第六軍団に大きな損失を与えた。この戦闘は南北戦争の中でもこれまで見られなかったような激しい火力で特徴づけられ、辺り全体が平坦になってしまい、植物は全て破壊された。両軍ともに死体がゴロゴロしている、同じ残酷の上を一進一退し、白兵戦となり、死体が高く積み重なったので、負傷兵がその重みで、 泥の中に沈んでしまい溺れ死んだというような多くの戦場の話が伝わっている。北軍第二軍団と第六軍団の取った角度がスポットシルバニアの地のアングルと呼ばれるようになり、おそらくは南北戦争全体の中でも最も野蛮な戦闘が起こった。5月13日午前3時までにリーの崩壊した第二軍団で残っていた兵士たちが、 ミュール州都市部の付け根に交代戦の構築を終え、リーは疲れ切った兵士たちをその背後に退かせた。1万名以上の兵士がミュール州で倒れ、ミュール州は戦闘なしで北軍に渡された。5月18日、グラントは新しい防衛線に対し2個軍団を送って攻撃させたが損失を出して撃退された。 夏中かかったとしてもこの前線で戦い抜けと断言していたグラントもリー軍をそのスポットシルバニア戦線から追い出すことはできないと確信するようになった。グラントがリー軍に止められたのは2回目であり、2週間前と同じように反応した。その軍隊の重心を敵の右方に移し、リー軍が塞ぐことのできない南東方向へ道路沿いに移動した。 5月20日から21日までに、両軍はさらに12マイルリッチモンドに近づくノースアンナ川に沿った陣地へ移動し始めた。リーは再度その作戦で、グラント軍に大きな損失を与えた。今回は総数1万8000名以上となり、そのうち3000名近くが戦死した。2週間の戦闘で、グラント軍は3万5000名を失い、さらに2万名は、 徴兵期限が切れて故郷に帰った。実際に、グラント軍は、ノースアンナのある時点で有効勢力6万5千名を、切った。しかし、リー軍もこれらの戦闘で無傷では過ごせなかった。スポットシルバニアでは1万名、ないし1万3千名を失い、南軍は他の全員戦から、主力軍の補強のために兵力を引き抜かなければ、ならなかった。 事態をさらに悪くしたのは、南軍の古参兵部隊やその最良の士官たちから大きな損失を被ったことであった。このことでグラントは、少なくなった軍隊がまずく配置され攻撃されれば、脆弱であったはずのノースアンナで大惨事にならずに、済んだ。リーは、北バージニア軍が攻撃できる状態になかったために、攻撃しなかった。実際に、リー軍は、この2週間の間に失った、 主体性を取り戻すことはなかった。このスポットシルバニアコートハウスの戦いの損失については資料により推計値が異なる。過表は一般にある多くの資料からの要約である。スポットシルバニアコートハウス戦場の一部はフレデリックスバーグ及びスポットシルバニア国立軍事公園の一部として保存されている。ABCNPS。ありがとうございます。